いや、カメラをね、ちょっと出かけてたんですよ。なんで、カメラ持ってね、行こうかなって思って。カメラというか、まあ、GoPro なんですけど、GoPro ってめっちゃ丈夫なんですけど、それをね、ぶっ壊すっていう。いや、なんか蓋開いたまま普通に水没しちゃって、やりましたね、やっちゃいました。中に水入りまくって終わった。マジやっちまったな。もう慣れた、終わろうかな今日。ちょっといろいろねありましたよね。スプラ大会なんかリーダーにされてたんですけどね。もうさ、2のさ実力とか入れるのやめようよ、関係ないじゃん2の実力。2さ違うから、2は1000時間って言ってもさ、いや、そのつけっぽとかありますからね。リーダーと言うなよマジで。うちのチームはですね、サラちゃんとベルさんとジュウちゃんか。いや、サラちゃんやってくれそう。確かにマリカがさ、ベルモンドいつぶりだよ、ベルモンドやばい、誰だっけ。ベルモンドやばいな、確かに誰やねん。いや、嘘です嘘です。いや、もう素晴らしくてですね、チームの連絡とかもこうちょっと出かけてたから、いや、どうしようかなみたいな、ベルさんがいろいろまとめてくれて、チームのみんなをね、そう、さすがずっといい人なのよ、あの人は。あいつがリーダーだ。あいつがリーダーですよね。その器っつうもんあるから。いや、私の器なんてもう小さいですからね、おチョコみたいなもんですから。いや、ほんとだよ、ベルさん声通るし。いや、私なんてもうスプラトゥーンなんてやってたら声なんて通らないんだから。なったーとか言っても通らないんだから。うーん、ヤグラ乗ってとか言ってももう通らないんだから。ヤグラ乗ってに消されるんだから。そして終わった後にベルさんのヤグラ乗ってっていうのですごい勝てましたねって、ああ、私も言ってたんだけどな。そうなっちゃうかもしれん。で、コメントに言われるんだよね。深夜ってのなんかリーダーなのに全然リーダーの役割してないね。そういう声も結構通るから。そういう声、褒めてるやつよりもめっちゃ通るから、そういうの。シーナさんとかいう声よりもだいぶ通っちゃったりするからね。あと、はいはいはい、うわ、ナイス、え、味方強っ。ふう、こういうことなんやな、結局もうね、なんかそういう強い人たちはな、人数有利今行けみたいな、そういうあるんですけど、ゴリ押し結局は当たらないんで、結局はゴリ押しなんですよね、ここは。あれじゃない？怖くない？なんか、教えてくださいとか言われたらどうする？教えてくださいはないけど、アドバイスするときに、いや、結局ゴリ押しなんだよね、みたいな感じはいいのか。ひろゆき風に教えたら、納得するかな。結局ゴリ押しなんですよね。結局ゴリ押ししないやつバカです。
ひろゆきは確かに説得力あるかな、結構。ファッション大学で、あ、ファッションいや、マジでファッションが一番強いよな、結局。まあ結局ボムだな、できることは。クラブで味でできることってそんな感じだよ。ごめんみんな、あーちょっインク、ちょごめん、謝ったやん謝ったから、謝ったじゃん。いや謝ったらいいでしょ、謝ったやん。いやいや謝ったやん、そんな言わんでもよくない、逆にやばいでしょそっち。謝ったじゃん解散です。方向性の違い出てた今完全に。いやちょっと一回メンバー変えようかなって。いや別に悪いとかじゃなくて、いろんな人とやりたい、ただそれだけ。やっぱ私バイトに出会い求めてるから、可愛い子いたらいいんだけどな。出会いに行ってますから、出会い中キャッキャしてるとこがいいな。え、女？ボブボブか、スニーク体派の。お仲間来たかな、またかよこれ。うわークリアだー、これがバイトか、働くって素晴らしいな。いや達人ですよ、出会いかこれが。